きげんよう、タカポンドです。いや今日ね、喉乾いちゃったから砂でも飲もうかな。じゃあちょっとコップに砂を入れて、よし、じゃあこれ飲んでみよう。うわ、砂まず、歯ごたえ悪いな砂。ちょっとね、これ飲みまくろう。砂を飲めば飲むほど砂ポイントが溜まってるね。お、みんなも飲んでる。頑張って砂飲んでこう。溜まった砂ポイントでなんか買い物もできるのかな。あ、なんか猿出てきた。いろいろ売ってあるね。一番安くて砂25個か。もうちょい溜め込もう。よし、ま、とにかく砂でも飲みまくるか。飲んで飲んで。死にそうだな、こんな砂飲んでたら。よし、とりあえずこれで砂24、砂26になった。さあ、じゃあ、初めてのショップ、なんか買っていこう。ついに砂を使って買えるね。ロングカップ。ということで、コップが長くなった。砂もめっちゃ入るようになってんじゃないこれ。向こうの浮島とかも気になるな。いろんな島にも行けちゃうんだね。よし、じゃあこれ砂拾って、よいしょ。さあ、一回の飲む量が 1.8 くらいになったね。さっき 1.5 くらいだったけど、ほんのちょっとだけ増えた。で、倍とかに増えるかと思ったけど、こんなもんか。よーし、じゃあまだまだ砂飲んでゴー。この辺の砂も美味しそうだね。飲んでみよう。うわ、まずー。やっぱまずかったー。めっちゃ健康に悪そうだな、砂を飲むって。でも砂飲みゲー始めちゃったから、ひたすら飲んでいくしかないか。え、待って、ここにあるのは、砂飲みチャンピオン？砂飲みチャンピオン3位の人。あ、寄付ランキングか。うおー、2位で1位はこの人か。このゲームに寄付してくれてありがとう。よし、それじゃあ僕は頑張って砂でも飲んでいこう。もう今日はね、人生かけて砂飲んでいくよ。気づいたらもう夜だ。朝から夜まで飲んでるし。よし、僕の砂の数51になりました。そうすると砂ガチャできるね。やってみよう。さあ、まず1回目何来る？出てきた！砂の塊から。おー、砂ネックレス。いや、これ砂で作ったネックレス？絶対売りたくないこれ。いや、見て、宙に浮いてるし。この能力で一口、あ、7砂もらえるようになった。すごい、7砂ずつ増える。よっしゃー、これ、めっちゃ稼げるようになってんねー。もう一回やってみよう。さあ、2回目のガチャから、何来る？お、また、砂ネックレス、2つ目。いや、でもこれ、1つしか付けられないのかな？ 1 つまでだったねー。てか、みんなめっちゃ来たー。砂の飲む音がやばいなー。みんなジャリジャリ言ってんだけどー。よし、じゃあ砂ポイントも溜まってきたし、新しいカップ買おうかな。さあ、次は、シャリス。75砂。よし、買っちゃった。さて、あ、これだよね、これこれ。これで砂飲みたかったんだよね。拾ってと。さあ、これで味わう砂の味は。うわ、やっぱまずいな。癖になるんだけど、このまずさ。日が出てきたね。もう気づいたら24時間は砂飲み続けてるな。やめられないんだけど、砂人間になりそうだ。みんなもね、高評価をして砂を飲みまくる力を分けてくれ。みんな高評価ありがとう。さあ、砂もね、なんだかんだ466溜まったから、これで新しい砂カップ。次はスカルだね。さ、スカルはどんな感じになってんだ。骨だね、これ。骨で飲むの？頭蓋骨で飲む感じか。よいしょ。頭蓋骨で飲む砂も、やっぱとってもまずい。
うおー、これ飲みまくりだね、もう。そしてこのボートは動かないの？仕方ないから乗せてもらうか。じゃあ向こうの島まで行ってくれー。お、いよいよ近づいてきたねー。あとちょっと、うわー、今日もしょうがない。泳いでいこう。よいしょ、着いたー、新しい島。ここの砂はどうだ？これ14も増える。え、これは？この、ここに溜まった水。あ、水も拾えるね。飲んでみよう。うわ、マイナス2砂。減らされちゃうのか、水飲むと。仕方ない。じゃあ、この辺の砂でも飲んでいこう。あ、ここの砂の方がもらえるね。1杯、16砂もらえるよ。うおー、やっぱ、砂岩の塊の分、量が多いんだね。でもなんか体力が減ってるような気がするな。歯がボロボロになりそうだ。なんか、砂飲みすぎて、死にそうになってきたんだけど。でも、砂飲むのやめられないんだよね。じゃんじゃん飲んでくよ。特にこの砂岩、めっちゃガリガリするね。あや、あ、砂で死んだ。飲みすぎて死んじゃったけど、あ、よかった、復活できたね。砂の飲みすぎは良くないんだね。いや、もう気づいたら、砂を飲み続けて、2日間は経ったね。いや、でも、この砂像から取れる砂も、まずいな。ちょっと、あれ？砂拾えなくなっちゃった。待て、砂像の頭の砂を拾って、よし、飲んでと。今、まずいな、砂像の砂。なんだかんだこれでね、砂も1500溜まったから。新しい、一番高いやつだね、買える。バケツ。1500砂の値段。よし、これ買っちゃおう。一番高いの買っちゃった。このバケツなら、めっちゃ砂詰め込めそうだね。飲んでみよう。一杯の量がすごすぎる、これ。よし、砂を拾って飲んでと。ピクミンも参加してくれてるね。砂もみげに。みんなすごい飲みっぷりだな。あれ待って。向こうの山、なんか光ってた。え、なんだあれ。近づいてきたね。これ何この光。これピラミッドになってたのか。お宝がありそうだ。砂のお宝あるかな。あったら飲もう。ピラミッドの中だ。え、これも砂？取ってみよう。お、あれ？あ、これは拾えないのか、ここの砂は。そしてこれ何？ピラミッドの中に謎々がある。岩サボテン草。で、ここにスイッチを押すと、なんかなるのかな？え、これ何？ここのスイッチ。押してみよう。え、うわー！トラップが作動した。仕方ない。ちょっともう一回行ってみよう。え、なんだこの謎なぞ。これどういうことなんだ？ここのスイッチを押せばいいんだよね。これかな？試しにもう一回押してみよう。お！開いたー！やったー！でもダンジョンが続いてるのか。よいしょ。わー！落ちちゃった。え、待って。どこだ、どこだ？あれ？あ、光が消えちゃってるし。いや、だとしたらもう、ピラミッドの中はいけないようになっちゃってるね。仕方ない。とりあえず砂でも飲もう。よし、とりあえずね、砂も2500になったから、あ、向こうの島も行けるようになったね。よーし、泳いでいこう。え、あっちにある砂は何だろう？さらに貴重な砂なのかな？やばい。水中の中や、いると、なんか暗くなるんだよね。よっしゃ、とりあえずこの辺の砂も飲んでみようかな。これは、もう土だね。とうとう土も飲み始めるのか。土一杯。53？ すごい、53も増える。一杯。いや、いいね。土の方が栄養高かったのか。
あ、この辺新しいガチャもあるね。やってみよう。さあ、土の塊から、何来る？おお、青いネックレス。これかな？でもこっちの方がレア度高いね。どっちだろう。とりあえずこれで、いっぱい90。すごい。でもここの方が、もらえるよね。94!一杯94も増えるようになった。砂を飲み続けて、なんだかんだ一週間が経ちました。このジャリジャリした感じ、歯がボロボロになりそうな感じが最悪なんだよね。あと味わいとかもさ、めっちゃまずいんだよね。だから今日はここで終わります。みんな、じゃあね。